初期の人族による火の利用が始まってから、人の社会文化的進化は、急激に早まった。人は火を調理に使い、暖を取り、獣から身を守るのに使い、それにより、個体数を増やしていった。火を使った調理は、人がタンパク質や炭水化物を摂取するのを容易に、した。火により寒い夜間にも行動ができるようになり、あるいは寒冷地にも住めるようになり、 人を襲う獣から身を守れるようになった。人族による単発的な火の使用の開始は、170万年から20万年前までの広い範囲で説が唱えられている。最初期は火を起こすことができず、伸びなどを利用していたものとみられるが、日常的に広範囲にわたって使われるようになったことを示す。証拠が約12万5千年前の遺跡から見つかっている。 40万年前から広い範囲で使われていたとする説もあったが多くが否定されているかあるいは確かな証拠が示されていない。周行店の北京原人一石。北京原人は H エレクトスの一種であり火を使っていたと考えられている。人の生活は人その明るさで大きな影響を受けた。夜間の活動も可能となり獣や虫よけにもなった。また、 当初は火を起こすのが難しかったため、火は集団生活で共用されるものとなり、それにより集団生活の必要性が増した。火の使用は栄養価の向上にもつながった。タンパク質は加熱することで栄養を摂取しやすくなる。黒化した獣の骨からわかるように、肉も火の使用の初期から加熱調理されており、動物性タンパク質からの栄養摂取をより容易にした。 加熱調理された肉の消化に必要なエネルギーは、生肉の時よりも少なく、加熱調理は、コラーゲンのゼラチン化を助け、炭水化物の結合を緩めて吸収しやすくする。また、病原となる寄生虫や細菌も減少する。また、多くの植物には、アクが含まれ、豆科の植物や根菜には、トリプシンやシアングリ抗原などの有毒成分が含まれる場合がある。 また、アマ、キャッサバのような植物には有害な配当体が含まれる場合もある。そのため、火を使用する前には、植物の大部分が食用にならなかった。食用にされたのは種や、花、果肉など、炭糖や炭水化物を含む部分のみだった。ハーバード大学のリチャード・ランガムは、植物食の加熱調理で澱粉の糖化が進み、人の摂取カロリーが上がったことで、 脳の拡大が誘発された可能性があると主張している。実際、ホモエレクトスの葉や葉の付着物から加熱調理なしには食べるのが難しい硬い肉や根菜などが見つかっている。石器時代のような極めて古い遺跡の発掘作業において人が火を使っていたかどうかを調べるのは非常に困難である。小規模な火の後は風雨にさらされるなどして証拠が 遺物として残らない場合があるし、一方で、化学反応、火山活動、落雷などによる自然発火、加熱現象があるためである。また、洞窟などは風雨にさらされにくいため、火を使った跡が比較的残りやすいが、古代人が住んだ洞窟は、石灰岩など侵食されやすい石でできている場合が多く、確実に遺跡が残るとは限らない。 オーストラリアの人類学者、レーモンド・ダートは、自身が発見したアウストラロピテクスが300万から200万年前に火を使っていたと信じ、これをアウストラロピテクス・プロメテウスと名付けたが、今では間違いだったと判明している。バリンゴコ・スワート・クランスポーク・エピックがデブ関係地図前期、旧石器時代の遺跡から単発的に火を用いた。 人族がいたことを暗示する遺物が見つかっている。例えば東アフリカの一部、ケニアのバリンゴ湖付近にあるチェソアンジャや、コービフォラ、オロロゲサイリンには、初期の人類が火を使っていたと思われる跡がある。チェソアンジャからは142万年前の赤粘土製の土器のようなものが見つかっている。これが土器であれば、作るために摂取400度の加熱が必要だったと考えられている。 コービホラのフックスジジズイ遺跡及び FXJJ50 遺跡の150万年前の地層からはホモエレクトスの遺骨と共に変色した土壌が見つかっており、ここには植物の計算体も含まれている。ここで200から摂取400度の加熱がされていたと見られる。オロロゲサイリではロとも思われるくぼみが見つかっている。この他、墨の微細編も見つかっているが、 これも人類と無関係に自然に発生する場合がある。エチオピアのガデブでも業界岩の破片があって火を使った後と見ることもできるが火山活動によるものとの可能性も捨てきれない。これらはホモエレクトスによるアシュール文化の跡とも思われる。中部アワシュの河川沿いの村では摂氏200度で焼かれたと見られる塩水型の赤身の粘土が見つかっている。 ここからは焼けた木の一部も見つかっている。淡種渓谷でも強く加熱された石が見つかっているが、これは火山活動によるものとも考えられている。ディレ・ダワー近郊のポークエピックでも火を使った跡が見つかっている。南アフリカ共和国のスワート・クランスでも火を使ったような跡が見つかっており、150万から100万年前のものと見られる。見つかった動物の焼けた骨のいくつかは、 アシュール石器、骨格器、明らかに人が切った跡を残した骨などと共に見つかっている。ここにいたのもホモエレクトスと考えられている。ただし、見つかった骨が当時の人に焼かれたものであるとの決定的な証拠はない。クラシーズ、川口洞窟、カランボホールズゲシャーベノットヤーコブ関係地図、イスラエルのベノットヤーコブ橋の下にあるゲシャー遺跡ではホモエレクトスか、 コモイルガステルが79万から69万年前に火を使っていた証拠がある。焼けたオリーブ、大麦、ぶどうの種や木、火打ち石が残されており、火を使った確実な証拠としては、これが世界最古のものと見られている。南アフリカのハーツ洞窟には、紀元前20万から70万年前、モンタ牛洞窟には、紀元前5万8千から20万年前、 クラシーズ、川口洞窟には12万から13万年前のものと見られる跡がある。ザンビアのカランボホールズにも、焦げ跡、炭、赤く変色した土、燃えた植物、焼き固めた木の道具など、人類が火を使った証拠がいくつも見つかっている。放射性炭素年代測定や、アミノ酸らセミ化反応年代測定法により、年代は、紀元前6万千から11万年のものと、 見られている。スティルベイ文化の下では、火はシルクリート石器の加熱処理にも使われていた。発見された石器は、紀元前7万2000年前のものだが、加熱処理自体は16万4000年前から行われていた可能性がある。イスラエルのテルアビブから1 2トル東にある、ケセブ洞窟では、更新予行期である、紀元前38万から20万年前に火を、 日常的に使っていた跡が残っている。強い火で加熱された骨や土の塊から火の近くで獣を殺して解体したことを示唆している。ベルテスゾロストラルバ・アンブロナ産、エステーブ・ジョンソン・ビーチズ・ピットシェー人間ンン関係地図、ヨーロッパでもホモエレクトスによる火の使用の跡と見られる遺跡が見つかっている。ハンガリーのベルテスゾロスで見つかった遺骨、通称サムの住んだ遺跡で、 炭は見つからなかったものの、約50万年前の窒素から焼けたような骨が見つかっている。また、イギリスのウェストストーにあるビーチズピットには直径約1メートルにわたって黒く変色し、周囲に赤い堆積物が残っている遺跡があり、少なくとも40万年前のものと見られる。ただし、これを火の使用の証拠とする見解には異論もある。また、 ドイツの聖人間の40万年前のものと見られる遺跡からも、投げやり、食料と見られる馬22頭分の遺体とともに、火打チイや炉と見られるものが見つかっている。また、スペインのトラルバやアンブロナでは、紀元前50万から30万年前の住時が、アシュール文化の石器とともに見つかっている。フランスのサンティステーブ・ジャンソンでは20万年前の炉が5つと、 赤土がエスカーレ洞窟の中で見つかっている。修行点に至高私もとはかりごと取りにいる関係地図中国の修行点には、いわゆる北京原人による紀元前23万から46万年頃に火が使われた跡が残っている。約78万年前とも考えられている。修行点第一地点の第十層には、焼けた骨、焼かれた小石の加工品、炭、 はい、ロ、ホモエレクトスの化石と思われる証拠が残されている。周光点第一地点から見つかった骨のマンガン変色は古くなってできたものではなく加熱した後と判明した。破片の赤外分光スペクトルも骨が酸化していることを示していた。また、見つかった無変色の骨を研究所で加熱したところ変色した骨と同じものができた。ただし、 この加熱は人類によるものではなく、自然加熱された可能性もある。この層からは、ケイ素、アルミニウム、鉄、カリウムなどの酸化物は見つかっているが、木を燃やした時に発生する、計酸化合物は見つかっていない。中国の山西省にある、西高渡市では、燃やされて黒や、灰、海力に変色した、哺乳類の骨が見つかっている。 雲南省の元はかりごと県でも元はかりごと原人による焼かれた骨が残っている。この年代は古地時期の研究から約70万年前のものとみられる。ジャワ島の鳥ニールでも焼かれた骨と炭とみられる跡が残っている。これは50万年前のものとみられている。前期旧石器時代のホモエレクトスが火を使っていたかどうかについては色を唱える学者もいる。しかし、 中期旧石器時代のネアンデルタール人が火を使っていたことに関しては異論が少ない。ネアンデルタール人による火の使用の跡はいくつも見つかっている。例えばフランスのドルドーニュ県ザビ洞窟からは乾燥したチール用燃料に使った6万年前の炉の跡が見つかっている。またブルニケル洞窟からは少なくとも47,600年前の炉の跡が見つかっている。 ありがとうございます。